早くも1点をね、追いかけるという。状況。さあ、ピスチェックが抜け出してきて、ロイス。大阪コーパーナーポーストうわー、今に抜け出しでね、いいパス入って、うわー、ポストか。大阪コー次行こう、次プリッチから中、おお、やっぱちょっとね、ボールのコントロールがね、難しいね。はい、ロイスはフリーです。いやー、決まらないってのか。クロスがね、中の選手にね、届かないね。チャルレス・アランギス。ハキム・チェーク。さあ、レバークーゼン。ここから危険な形を作れますか。切り返してくる。サポートを使えそうです。クロスが入りました。ここはクリアされました。大阪を。あら、ロイスちょっと長くね、大阪コーチとこに長くね。スローインになります。ヨナタンカーベララ、よし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 、ファール。レバークーゼンのフリーキックになります。ナイス、香川。ロイス痛いけど、もうファールなの。ボールを奪い返します。さあ、味方も連動して動いてくる。うわーい、ね、佐藤また奪われる。ドリブルもなかなかちょっとスピードが今日は出ないですね。レバークーゼンにチャンスが来ました。ボールをサイドへ展開します。ボールが足につきません。ルーズボールだ。オッケー。カウンター。奪い取りに。サーバイブル持っていく。さあ、ロイスに。ロイス、クロスを上げたい。いやー、切り返せない。ボルシアドルトムントのスローイン。さあ、プリシッチは空いている。あれ、次にクロスは開けられなくなってしまった。
25分ですね、前半。ユリアン・バイグル、マルセル・シュムルザー、ここから先の大迫からリレーに届かないか。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。ダルス・ベンダー、いやボールを取った、どこへ出すのでしょうか。クリスチャン・プリシッチ、さあ、ここからカウンターよ。これはカウンターのチャンスです。お得意の、いやー通るね。折り返せるか。ここは中央の選手に、いやそこが最後通らない。最後はな、クロスがな、全然通らない。ベララリー、レバークーゼン、タッチライン際を上がれそうです。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。マルキーニス、素晴らしい。いやーナイスパスだ、マルキーニス。そして大迫、ここで同点ゴールが決まりました。よしよしの同点。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。同点ゴールが決まりました。試合は振り出しに戻ります。いやさすがさすが。こちらのカメラからの映像です。さあ大迫3ゴール目ですね。33分の同点に追いつきました。大迫のゴール、スベン・ベンダー、チャルデス・アランギス、ピッシェク。さあピッシェクタッチライン際を上がれそうです。コーナーキックになりました。コーナーですね。決まれば試合をリードできます。追いつきました。今のゴールシーンをもう一度ご覧ください。ボックス内で冷静に左を狙いましたね。さあコーナーですね、今日最初の、コーナー、ロイスのコーナー、ここは押し出します。振り抜いた、いやーキッカーが向かいます。止めた、ボールが転がる。ロイスのコーナーで再開、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。出ない、フィッシュ、視線が上がらない。さあ出すか。チャルデス・アランギス、コール、ベララリ、カリム・ベララリ、ダルス・ベンダー、ハキム・チェーク、打ってきましたが大きく外れてしまっています。外れた、これは決定的でした。絶好のボールでしたがうまくミートできませんでしたね。前半も残り5分ですね。香川真司、マルキーニュス、ピッシェク、バイグル、バイグル、バイグル、あーとチャンスです。バイグル、バイグル、このスライディングス、いやー決められない。
止められたか。シュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。さあ、コーナーです。ロイスのコーナー、キーパーがコーナーキックを発揮出しました。さあ、セカンドボール取って、もう一回行きたいね。クリスチャン・プリシッチ、ボールがフリーになりました。香川真司、ピッシェク、見事な視野です。いやー、通らない。キーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。大迫を持っていく。この瞬間で勝ち越せるか。素晴らしいゴールが来た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 。試合の流れからして不思議はないですね。来たね、香川。ここでリードを奪いました。ハーフタイム直前、2時間帯になりました。別のアングルからご覧ください。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。さあ、逆転いたしました。さあ、キックオフ。レバークーゼン、苦しい状況ではありますが、まだ分かりません。逆転ゴール、大迫同点弾、香川逆転弾。またまた通ります。おー、俺は今日は一日ね、いい日になりますよね。ユリアン・バイグリ、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのは今日の試合のポイントとも言えるでしょう。見事な。さあ、ロイスが抜け出して、一番外だけど、いやー、打ち込めない。さあ、ここで前半終了です。1点のリードでハーフタイムを迎えます。リーグトップのゴール数を記録しているホームチームですが、前半はゲームをリードする展開となりました。2ゴール上げたとはいえ、まだ点差はわずかです。追加点が欲しいですね。さあ、試合が始まります。まずはボルシアドルトムントのキックオフです。さあ、ということで前半、先制点いきなりね取られましたけども、大迫香川のゴールで、すぐさま逆転と、前半終了間際に逆転となっております。素晴らしいゴールです。このスルーパスは通るか。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。振り抜いた。コーナーポストにキッカーが向かいます。止めた。ボールが転がる。ハキムチェーク打ってきましたが、大きく外れてしまっています。さあ、ということで前半2対1で折り返しております。1点リード。さあ、では後半いきましょう。後半で
です。雨が止む気配はありません。少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。プレスを受ける。さあなんとかね前半、逆転したんで、後半ね追加点を取っていきたいですね。ナイスナイス、大迫トラップ背中にトラップですね。ナイスですね。サイドへパスを出します。ユリアン・ガイグボールを回してチャンスを取ります。おチャルレス・アランギス、メララリン、マルキーニョス、オッケーオッケー。あー取られてる。ボールを奪いました。おーうまっ。審判が笛を吹きました。あ前のとこね、そうパス出したとこね。直接ゴールを狙いそうです。いい距離ですね。ゴールを狙いそうです。サプリッチ、ちょっと無理はしない。ここはサポートがあります。ユリアン・ライグル、香川真司、香川真司、ベラレ、ちょっと狭いところ、はい戻ってください。カウンター怖い。ハキムチェーク、ドミニク・コール、中にスペースがあります。前方に運びました。パスが入るか。あれ、あ、入った。マジか、ポスト。ポストで跳ね返るかと思いましたが、このシュートは入っています。ポストの内側に当たって入りましたね。狙ったならすごいゴールです。こちらのカメラからの映像です。いや、完全にね、外れたか、もう跳ね返ったかと思ったけど、入ったか。いやー2対2、まあ、案の定いつも通り、まあ、2点取られてるわけですねまあね2点取られたら3点取ればいいっていうのがね、もううちのね、もうスローガンというか、まあ、チームのモットーなんで。シュメルザー、コーナーキックが外に出ました。ボルシア・ドルトモントのコーナーキックです。
ドイツのコーナーで再開、いいボールでしたがここはクリア。スローインでの再開はドルトムントボールです。香川真司、ユリアン・バイグリン、デラレ、観客の声援が高まる。いやあ、この選手が止めなければ入ってましたね。コーナーキックからのチャンスです、ドルトムント。ここで香川が下がります。今日は見事なゴールを決めました。まだやれそうなだけにちょっともったいないです。ゲッツが入ってフィニッシュまで持っていくことができません。どうなるのかっていうところですね。ここでゲッツ、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。マイナスのクロスを入れた。このシュートはブロックされました。再びコーナー、サイドコーナーキックです。そうそうね、決めたいね、コーナーね。結構な本数コーナー打ってますよ、今日。ドイツのコーナーで再開。キーパーがコーナーをパンチング。マルキーニュス、エメル・トクラク、固いディフェンスに攻めあぐねています。さあ右中、うん、またコーナーまたコーナードイツのコーナー、ここはしっかりクリアされました。つなぎたいけどつなげない。ああ、ナイスカットです。ボールをサイドへ展開します。バイグ。オフサイドじゃないけど。大阪公。大阪公。大阪公。前に出しました。ボルシアドルトムントのスローインです。レバークーゼンが選手を交代します。マルコロイス、さあシュメルツァーが空いている。シュメルツァー、ここで追い返し、中入れる。はい、だ。やっと通ったね、クロスが。一定距離かな。やっと入ったよ。キーパーの上をね越していきましたよ。さあデメリ。ブンデス B が2ゴール目ですね。与えられた仕事は走り回ってこのまま試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。キックオフで試合再開です。さあ3対2。さあ2回目のリード、今度そこでね守りたいね。あと20分。強いですね、ボールを取られません。徐々に繋いでいく。ブルジッチ、さあいいぞ。
よいしょ、届かないかそこまで。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。さあ再びコーナーでですね、ロイズのコーナーで再開。ここはクロスのチャンス。アルキーヌス取らない。戻ってな、ナイスです。ワイグル、あ、耐えて耐えて耐えて、すごい耐える。はい、ナイスカットです。ワイグルキーパー、惜しかったなぁ。2点目来なかったですね今日ね。これはもったいない、ボールを失いました。おおちょ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 、オセド、オフサイドですね。はいはいはい、オフサイド、オフサイド。いい選手、審判よく見てますよ。あー、いい選手よく見てますね、審判ね。マルキーニョス、ハクラフ・ハキミ、ハキム・チェーク、バームガル・トリンガ、観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。さあ、プリッチー来たー、決まった、ゴール、コントマント2点目、2点目、頭で今日は2点、いいですね。ゴールキーパーちゃんと触っているんですが、ここはシュートのパワーが勝りましたね。いやー、きっちりとクロスから2ゴール。ボルシア・ドルトムントが選手を交代します。さあ、3人目交代選手入りました。ダフルト、さあ4対2、リードの2点に広がって残り時間10分を切っております。3点目は来ないか。いや、ハットトリックかと思ったんですけどね。コーナーでチャンスは続きます、ドルトムント。これはあるか、コーナーはディフェンダーを超えません。いや、奪われた、奪われてない。いやー、ダメか。カウンター気をつけて、戻ってきて、戻ってきて、ちゃんと。ダルスベンダー、レバークーゼン、タッチライン際を上がれそうです。アルキーニョス、オッケー、オッケー、ユリアン・バイグ、マリ
さあ逆にね、カウンターをね、仕掛けていきましょう。ゲッツェのスルーパス。ダフード。試合はゴールキックから再開。ゴールキックか。これは強い。ボールをしっかりキープ。いや大迫、いやパスはちょっとあれだったけど、ここはあそこよく止めたね。ディフェンスをものともしません。ユリアン・グランド、ボールを運びゴールに襲いかかります。バームガルトリング、これはいけません。あっさりとパスカット。中央へのボールはクリアされました。ユリアン・バイグ。いやーい、ファル。このプレーはホイッスル。レバー、いや、イエロー出ましたね。イエローカードが出されます。イエローですか。さあ、時間はロスタイム。いや、アディショナルタイムですね。に突入しております。5分です。ユリアン・バイグル、ゲッツェ、マクムード・ダフード。さあダフード、クロスがディフェンダーに当たりました。ひとまず前に出しました。だね、カウンター気をつけて。ユリアン・ブランド、前には行かせない。これは見事なインターセプト。危ない。いや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 、ちゃんとクリアしよう。ゴールの予感のある形になってきました。レバークーゼン、さあ5分過ぎてるよ。審判審判、時計見て、よし、笛が鳴ってタイムアップ。 OK、 タイムアップ。ゴールドコンドの勝利で試合が終了いたしました。いやー、なんとかね、勝利しましたね。リーグトップの得点力を誇るホームチームですが、今日も勝ち点3も獲得しています。それにしても、いや今日もこのね、ディレイだね、ツルゴール頭からね、勝ち越し、そしてダメ押しの、リーグ決まりました。さあ、今日の試合ね、ハイライト見て、終わりにいたしましょう。ということで本日4対2で勝利ということになりました。では、これでね、まだまだ、ブンデスリーガのね、首位をキープということに、なっております。
さあ、ということで、次回からエビツェルが、戻ってくると。いやーでもね、ディレニーね、すごい決めたからね、エビツェルポジションね、どうなっちゃうんだろうっていう感じですけども。さあ次回は、24節ですね、アウェーでのアウクスブルーズ戦でございます。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければですね、YouTube チャンネル登録や、Twitter の、フォローを、お待ちしております。ではまた見に来てください。ありがとうございました。